皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安井でございます。白血病と闘病生活の気晴らしいね、自虐化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ昨日はね、実はまあ実はっていう言い方もおかしいんですけど、まあ実はですね、昨日はその眼科と皮膚科のね通院やったんですよ。病院に行く日やったんですよね、昨日はね。まあ眼科は骨髄移植からのね、 GVHD 移植変態宿主病でのまあ過剰なね、あの乾燥で発症してしまう視床角膜炎って、目のね視床角膜炎というのがあるんですけども、でまあ皮膚科は最近になった帯状疱疹ですね、まあ、それぞれを見てもらいにですね、昨日の動画を撮影をね終えた後すぐにですね、病院に向かいました。でね、昨日はね、ちょっと気分転換ということでね、いつもその車をね止めてる病院の駐車場に止めてる駐車場とはね、別の、ところの病院の駐車場に止めてみました。いつもの駐車場っていうのはですね、あのまあ以前お話ししたことがある、あのその昔フランス革命でね、マリー・アントワネットがですよ、あのね、大きなコンゴールド広場っていうところに設置されたね、弾頭台ね、ギロチンのね弾頭台へその上がる階段にその見立てたようだと僕は勝手にこう思ってしまっている、あのすっごい登るのが辛い階段をね登らなければいけないんですけども、今回はその階段をね登らなくてもいい、そのままその緩やかな、傾斜になっている少しの坂を、まあ、バーッと歩いてね、院内に入ることができる駐車場に停めたんですよ。もうめっちゃ楽ちんでした。もうね、今度からそこに停めますわ、空いてたらね。でいつもその手術後の駐車場が空いてないがために、そのすごい登るのが辛い階段をね登らないといけないところにある駐車場に停めてたわけですよ。でほんでね、その緩やかなね、その傾斜の坂道を登ってですね、院内に入って、最初にその自動改札機にね、改札過ぎちゃう自動受付機にね、診察券をビデオ通してね、受付を済ませて、でエスカレーターでね、その眼科と皮膚科のあるね、あの階に上がっていきました。ちなみになんですけどもね、僕が行ってる病院のね、皮膚科と眼科っていうのはその同じ階なんですよ。で同じ階で、あそこの通路を挟んで向かい合わせなんですよね。皮膚科眼科があって通路があって、もうほんまに向かい合わせなんですよ。ほんで今回はそのこっち側のね、皮膚科が先やったんで、皮膚科側のあの待合の椅子に座ったんですよ。通路があって、皮膚科眼科ってあって、その通路のもう壁沿いにですね、あの L 字型、まあ、普通に L 字型なんですけど椅子ってね、そこ の、 あの待合椅子ってのがあって、そこに座ったんですよね。しかしですね、しかしと言っちゃな、 なんて言っちゃうんですかね、でもしかしなんですけどもね、そのね、自動受付機で受付を済ませるとですね、その統一に受診する、まあ、それぞれの科っていうのがあってるわけじゃないですか、ね、あの僕みたいに昨日じゃないわ、おととい、昨日は、皮膚科と眼科の両方とも受診やったんで、それぞれの科への受け付けが済まされるようになってるんですよ。でそれが原因でですね、まあ、最初に皮膚科を受診するのにもかかわらずですね、眼科から名前が呼び出されてしまったわけなんですよ。まあ、通路を挟んでね、向かい合わせなので、あの眼科の呼び出しマイクの声がね聞こえてくるわけですよ。もう廊下中に響き渡りますんでね、それってね、廊下で通路であの患者さんらみんな待ってるわけですから、通路にもこう聞こえるわけですよ、もちろんのことながらね。で最初はその皮膚科からの予約時間やのに、なんでそんなことになってしまったのかと言いますとですね、僕の行ってる病院の眼科っていうのはですね、まず最初に視力検査と眼圧検査をするんですよ。でそれから、それが終わってから、眼科の先生の診察が始まるんですけど、でその検査っていうのは診察が始まるまでに済ませておけばいいわけなので、自動受付機にね、受付が済まされた瞬間にですね、あ、こいつ来よったなっ
ていう風な感じで、眼科の受付システムが、ね、判断してね、まあ、たとえそのお昼2時からの診察の予約であっても、先生の、ね、診察の予定であっても、それより前に来た今回の僕みたいに、例えばそのまあ2時あったら、まず11時に来たとするじゃないですか。11時に来たとしても、その受付機にですね、カードが通って受付された瞬間からもうバンバン名前をね呼び出すんですよ、眼科はね。でもね、今回の僕のように、まあ、先にね他の科を受診せなあかん場合っていうのはですね、その呼び出しマイクをねスルーしてもねいけるんですよ。そのねスルーしてもですね、呼び出しマイクをねスルーしてもですね、まあ、先に受診したかがね終わってから、まあ例えばそのまあ、皮膚科が終わってから眼科に戻って、眼科の前に行ったら掲示板があって、掲示板にですね呼び出された患者さんのね当日の受付番号がね、まあ、あの受験の合格発表のようにねベラベラベラってこう張り出されてるわけなんですよ。でほんでその中から番号を見つけて、ああったみたいな感じでとか言いながらね、まあ、受付窓口にですね、あの、ま、何番の安数でございます、ございますは言わへんですけど、何番の安数ですって言ったらね、その待ち時間なしにね、その視力検査と眼圧検査をねしてくれるシステムなんですよっていうのがあって、先にね眼科から名前を呼ばれたんです。でもね、まあ、先ほども言いましたけどね、そのここはね一度ねスルーなんです。まあ、だってねその、皮膚科に行かなあかんわけですから、ね、ここはスルーしなダメなんです。スルーせざるを得ないんですよね。でマイクで名前でマイクでね呼び出しした後にですね、まあ、眼科もね諦めないわけですよ。諦めないわけなんですよね。まあ、その名前をねマイクで呼び出した後にですね、その検査員の人が、眼科のドアからガラガラって通路に出てきてですね、大きな声でね名前を呼ぶんですけどね、ここもねスルーなんです。何番の何々さん、何々さん空いてますかみたいな感じで、わざわざ通路に出てきて呼び出すんですけども、スルーなんですよね。で名前を呼ぶ人って、まあ、それなりに大きい声を、ね、出しますので、その検査員の人がね、それなりに大きい声を出しますので、でそんな声が、ね、聞こえたらみんなパッとそっちを見るじゃないですか。大きい声が聞こえてるわけですからね。だから僕もね最初はパッと見るわけですよ。でそのなんなら、ね、目が合うわけですよ。まあ僕だけじゃなくてですね、名前を呼ぶ検査員さんはもうキョロキョロとキョロキョロとしてね、その見渡しながら、周りを見渡しながら名前を呼び上げるわけなんですよ。連呼するわけなんです。まあ、で何人かとは必ず目が合ってます、その人もね。でもまあ動かずじーっとしてたら、まあ、気づかれないので、まあ、そのままスルーが確定します。でそんな待ち合いで待っていたら、今度はねその予約時間の予定の10分間ぐらい過ぎた頃にですね、まあ、皮膚科から名前を呼ばれたので、まず先にその皮膚科で帯状疱疹の様子を見せに行ってきました。見せに行ってきたじゃない、見てもらいに行ってきましたですね。見てもらいに行ってきました。そしてねその先生にね、その帯状疱疹によるその跡とかをね見せたわけですよ。この足にできた帯状疱疹もね。そしたらね、その帯状疱疹による水ぶくれの跡も綺麗になってて、ね、傷もその傷口もないし、もうなんならツルツルになってるんですよ。でもね、まあ、その傷跡やから、まあ、元の形状よりもね、まあ、少しは変わってしまってますし、その色もね、あの肌色からね赤い色に変わってしまっているんです。まあ、これは一生消えへんもんなんかな、一生残ってしまうんかなというような感じなんですけどね、まあそのね戦いの勲章としてね、まあ、闘病の証としてね、受け止めたいと思っております。でほんでね、そのもうその帯状疱疹後神経痛の痛さも、まああるっちゃあるんですけども、ほんまにそこまで痛さもなくてですね、まあそのまだ少しだけその足のね指の表面あたりがちょっと麻痺しててね、まあ、触った感覚っていうのがその鈍かったりとか、まあ、ちょっとこのすねの外側からふくらはぎにかけてのその筋肉のなんか筋っていうみたいなところがなんかな、その筋肉と筋肉の境目みたいなところが、まあ、ちょっと違和感があるだけで、まあ、ちょっとだけそこにねたまに痛みがあるだけなんですよ。まあその痛みって言えるほどのことでもないんで、まあ、他の表現が見つからへんような感じなんです。まあ、そんな感じがあるんですよ。ほんでまあ相変わらずのその、まあ、夜になってね寝る時にですよ、足首がだるも多くなってこう締め付けられる感じでねうずくこともねありますんで、まあ、そのことをねバッチ先生にこう伝えたらですね、神経痛が収まってくると、まあ、そのようにね夜にその体を休める状態で出てくる症状がありますと言うんですね。先生が言うにはそれはその1日の日のね疲れが溜まってて、まあ、体がそのリラックス状態になると、その日中そのにその炎症してたとこ、炎症した筋肉とか足首っていうのがそのだる重い感覚になることがねやっぱあるんです、あると、ね、言うんですよ。
で、まあ、それはもうね、その帯状疱疹はもう治ってるし、神経痛に関して もう安定期に入ってるという証拠なんですと。でしかもね、もう2ヶ月も経ってるしね、まあ、それぐらいの症状やったら回復もしてきてるということなんで、安心できると思いますともね、言ってくれました。ほんで先生はね、まあ、そういうことやから、まあ、薬をね、減らして様子を見ましょうと。それでまあその次回の通院までにね、症状もね、まずさらに和らいできたらね、薬の分量をね、まあご自身で減らしてみてね、まあ調整してみてくださいとね、言われましたのでね、まあそのような感じでも回復してきてるみたいなんですわ、僕の帯状疱疹は。まあ、ね、その痛みというのもね、もう違和感程度に変わってますので、まあ、夜にしか出ませんしね、まあ、座ってて、まあ、今やったら、まあ、ちょっと触ったらそれはその他の部分と違う感じの違和感はありますし、その足のつま先を触ったとしても確かにこう鈍い感じ、麻痺はしてるなっていうのはあるんですけど、でもまあそのなんていうか生活に支障があるかというかそうじゃないですし、で、まあ、たまにこう座ってね、その椅子に座ってリラックスしてはーってなってる時にぐらいにその足首のだる重い感じが出るっていう感じぐらいなので、まあほんまに収まってきてるなっていう感じがしてます。まあ皮膚科はそんな感じでございました。で続きまして眼科なんですけどもね、先ほども言いましたけども、その先生の診察までにその視力検査と眼圧検査を済ませまして、でちょっと待ち時間があって、まあ予定よりもね、その待ち時間はその予定の時間よりも30分待ったぐらいやったかな。それ以外に呼び出されまして、で眼科の診察が始まりました。でね、問題のその視上角膜炎ね、目の角膜にね、黒目の上にね、糸状のね、細胞がね出てしまって、でそれによってまぶたとか擦られて痛くなって涙が出ると、目が開けられへんぐらいになりますよと、という問題に関してもですね、まあもうその症状が出てないと診断されましたね。でもね、その目に違和感があると伝えたところですね、それはね、なんかその涙のカスっていうふうに言われて、でその涙のカスが目の中に残っているということで、その目の中に違和感があるんですよって言われたんです。でその涙のカスっていうのはやがて目やにになって出てくるらしいんですね。だから結局目やにらしいんですよ、僕の目の中の 今の違和感は。なので、まあ、今のところは目の違和感があっても視上角膜炎の感じが出てないということです。なのでね、まあ、これからもね、まあ、この良くなっている状態を維持して、さらなる回復を、ね、目指すためにね、まあ、これまでもらっている薬を続けるようにとね言われました、まあ、ということでね、その目に関しての視上角膜炎もね、その足に出てきた帯状疱疹も、でその後にね、立て続けに出てきた帯状疱疹後神経痛もね、もう徐々に徐々にですけども回復してきてるっていう感じなんです。まあとりあえずはね、まあ両方ともね良い方向に進んでいってるので、ね、安心しました。まあ良い方向に進んでいるからといってもですね、まだまだ体にはね違和感が残ってます。足にも違和感残ってますし、目にも違和感は残ってます。なので、まあね、そのいい方向に向かってるからイエイでテンション上がってしまって、ここでまた運動を始めるとですね、ちょっとした症状がね、またぶり返してくるかもしれませんので、まだまだ運動はね、始めません。まあ、このね、多少の違和感っていうのがね、残ってますので、まあ、その多少の違和感もさらに落ち着いてきて、そしてね、まあ、その白血病の血液内科でね、ちゃんと体のことを見てもらった上で、運動とかもね、始めていかないといけないのでね、とりあえず、安静の期間はまだ続きそうです。とまあそんな感じでね、今回はね、皮膚科も、眼科もですね、順調やったというお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。